2月編が始まりました。お昼ご飯も終わったんで、で今からゲーム再開と2月編がスタートですね。1年かけて行われるリアルモモです。この壮大なゲームも残り2回となった。サイコロを振り目的地を目指すゲーム、そんなモモ鉄を現実世界で行う。先月はねマジでギリギリのところで入られてちょっと悔しいんですけど、私今津でゴールさせていただきましたので、目前まで来てて、なんなら今津何回も通ったのに悠々に取られてしまって。前回1月生にて目的地ルーレットで今津駅を引いた悠々だが、たかたかちまちの現在地から残り3マスという絶望的なスタートを切ることに。しかし回数早々カード攻防が勃発し、他3人が自滅していったため、ジョフの利となるゴールインを決めた。所持金も2へと浮上し、現在ノリに乗っている。そんなノリノリジョフノリ状態の悠々が今回の目的地ルーレットを引く。私今津でゴールさせていただきましたので、こちら目的地のルーレット引いていきたいと思います。深江橋でいいんかな、名前これは聞いたことないですね。どこやろ、阪神かな、阪神な気するんですけど。深江橋どこやろ。深江橋ってとこなんで、多分やけど地下鉄やと思う。うわー、深江橋駅どこやなんかね、阪神電車の特急止まらなそうなところか、地下鉄ですわ。今回の目的地は深江橋駅。地下鉄中央線の東部に位置している。阪急電車及び阪神電車上にいるよりん、目的地が地下鉄だといかに早く認識できるかが鍵を握る。いよいよゲーム開始。一斉にサイコロを振る。目的地に向かってサイコロを振っていきましょう。ペーン2。まあ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 、場所分かってませんからね。3どこに行けんねん。せーの、ポン4です。はい、4です。なさそう。ということは、ということは今回はないですね。違います。私今津駅におりますので、阪急見に行きます。現在今津駅の悠々、阪急電車阪神電車の2つが一気に確認できる。もう2つになければもうメトロ確定です。価値確ですわ。価値確だね。阪急電車へと到着した悠々。はないな。ゲーム序盤だから阪急阪神にないことを確認。ゴールは地下鉄だと認識することに成功。じゃあメトロですね。はい、じゃあ行きましょうか。阪急で向かいます。目玉で駅数の少ない阪急電車を利用、西宮北口まで向かうことに。西宮北口プラスです。ちまちが今いるところですね。なるほど、追いかけましょう。行きましょう。深堀へ、ない深堀へ、ない深堀へ、ない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 です。見かけにシンプルに行こうかなっていうふうに思ってます。阪急にはないかな。清見工人山本、行きましょう。何がおもろいんだ。変な名前いっぱいのに山本行きましょう。何やら一心天之助的なツボに入っていた。一旦上田方面に戻ってみようかなと。カードはね、1ターンに1枚としか言われてないので、今使っちゃうともう丸腰になるわけですよ、ターン終わるまで。それは良くないということなんで、まず4なんで、たかたかは阪神電車にて梅田駅を目指すようだ。淀川野田あたりがマイナスっていうことぐらいかな、懸念は。梅田方面に向かっていきたいと思います。こっから4マス行くと向こうの層塚口、あ、神崎、あ、いいね、カード駅に入れるわ。じゃあ神崎川を目指して行けますかね。その前に初詣。違う、ダメです、ダメです、ボンビー。前回貧乏神がついていた千葉地、史上初のリモートボンビーというややこしい制度により、重桃に貧乏神が移った後も悪行予約の初詣が課されたままだ。合流する前にまあこうごめん予約してきたことはまあいいとして、オンラインで先に予約するの何なの。え、ありです、予約制度。予約制度ありなんですか。はい、なんかあれやな、ポケモンのわざで言う未来予知みたいな。分からんか2ターン後に70ダメージ入るっていう。
あるんですか、周りに神社が。なんか歩いてある。僕スマホ使えないんで分かんないですけどね。歩いてあるんですよ。あ、ほんまに。じゃあ案内してください、そこまで。無理。どっちですか。頑張ってください。俺その神社を嗅ぎ分ける能力ないんやけど。家が案内しますか。俺が探すよ。じゃあ、乗り換えチャレンジみたいになってるやん。だってこれ公開したの2月やで。2月に初詣してるやつらになっちゃうよ。いいじゃないですか。2月にすら公開されていないものの初詣を行ったため戦線離脱することに。無駄までぴったり出したらいいよね。あ、そう、それも来たら勝ちです。 OK。 もう1円だけ正直にしてどっか行こうするんで、僕勝ち確ですね、これ。あ、来てますね、来てますね、ありがとうございます。いや、運がめちゃくちゃいいですね。すごいな、ストレスが全くたまりません。こうしてリアル桃鉄2月編が開幕。波乱必至の冬シリーズラスト2ヶ月の激戦を制し優勝するのは誰だ。初詣する神社を探して歩いてますが、スマホ使えへんの絶望的すぎん。いや、行けます、行けます。さんならコンビニとかやったらまだわかるんよ。何ね、神社探すやつ。これでも迷わず行けたらかっこいいですよ。あ、かっこいい。あ、ちょっとこっちこっち。やばい。おっと、高木八幡通りって書いてる。ってことはこの通りに高木八幡という神社があるんですね。奇跡すぎやろ。もしかして持ってるかもしれない。 おみくじ引いたら絶対大吉や。うわー、大吉出たら今日なんで半分こしてくださいね。そんなないやろ、吉をシェアする文化ないやろ。順調に神社を目指す。はい、というわけで西宮北口にやってまいりましたと。プラス駅回していきたいと思います。マイナスね、止まらんように行きたいですね。9800円持って帰ったら終わるんで。でい880円。まあ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 いいでしょう。メモメモ。はい、じゃあサイコロ振ります。サイコロ1 1 1。まあ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 、まあ、別に、はい、乗り換えます。1、向こうの層かな。まあプラスやから、まあまあまあ、はいみたいなとこは。7駅ね。7駅ってことは次1駅行ったら、うん、6出したら夢だってこと。まあ6出せばね。え、なんか持ってない駅カードないです。そっか、そう、そんなね、うまくボン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 行かれても困りますからね。なんかあの3人で組まれてなんか仕掛けてくるとかなったら終わるね。あの1万可能性あるかもしれんもんね。そう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 。そしてホームへと到着すると、来た、待って、来た、ちょうど、またちょうど来た。奇跡でしょこれ。寺森奇跡集に入りますね。びっくりした、閉まるんだろ。今入ったとこやろ。はい、ということで6個到着しました。イエーイ。6個山登ろうかな、もう。え、山登り趣味やからさ。いいですか、ボンビーやけど。そんなに あかんか、6個山登ったらもう帰ってこれんくなる、帰ってこれんくなる。やばい。まず一旦ね、ルーレット引きたいと思います。マイナスなんで9000のボイヤーで頼む。やばい、また危な、900円でした。怖え怖え。サイコロ引きます。いきます。おい、なんやねん1って。帰ろっかな。1 無理やん、うちら意外ない。今回ちょっとねえねえ、はい、お姉ちゃん、ねえねえ、お姉ちゃん。お姉ちゃん、なに、なに、怖い。お姉ちゃん、なに、ボンビーやっていい。なんかそう思えばボンビーやんな、うちら。ほんまはやりたくないんですけど。うん、いいよ、聞く。うん、ペラ森の住人と写真を撮るのねん。え、ファンってこと。うん、ファンネームの通称住人。貧乏神から課された試練は住人、つまりファンの方と一緒に写真を撮ること。終盤になり難易度がインフレしてきたようだ。30分以内に写真を撮る試練が始まった。え、きつすぎそれは。ちょっと待って、いや、限度っていうのがあるやん。そうですね、きついですね。ツイッターで募集するってこと。ツイッターで募集しようや。分かった。神社を目指すちまちだったが、え、これちゃう、そんなことある。ちょっと見えてきましたよ、何か。到着いたしました、こちら。うわ、いい画角やな、これ。最強の画角や。
ちゃんと初詣でした。やったよし、じゃあダッシュで西北に戻りましょう。戻りましょう。終わったんで。深江橋ってマジどこやろ。聞いたことないです。深江ってなんか見たことある気がすんねんよな。でも深江っていう文字列を、文字列ね、うん、あ、あれや、深江なんで聞いたことあるんかと思ったら、バイト先に深江さんって人がおるわ。それはそれやった。それ人なんです。会いに行きます。で、深江さんですって。確かに。これでゴール1万円みたいな。もしくは今ツイッターでこう深江さん探してます。大規模な深江狩りが始まろうとしていた。はい。というわけでね、クイ正規へ到着しました。ク、普段なのでプラス駅でございます。じゃあプラス駅のルーレットを引いていきたいと思います。1320円。1320円がサイコロ振っていきたいと思います。えい、2路線図確認しよう。姫島ですわ。よし、このまま進みましょう。どうですか、2ヶ月で逆転できそうですか。逆転にはまだ程遠いですけど、人が自滅していってますどうでしょうね、ゆうゆうがちょっとなんか風向き運が強い感じがする。でもまあスペシャルカード持ってるのは結構でかいと思いますよ。もうほぼ近く行ったら確定で1万もらえるってことやから。そのころ写真チャレンジ中のしげぼぼは、こんにちは、こんにちは、誰かいませんか。ひっそりインスタライブを始めていた。誰もまずさ見てないよな、そもそも。見るまで待とう。確かに6校にいるんです。で誰かちょっといないかなと思ってゲリラを覆してますそうなんよ、人に会いたくて止まらん。いや、そう、会いたくて会いたくて震えるな。会いたくて震えるはい、というわけで向こうの総駅にやってまいりました。綺麗ですね、結構。880円。はい、なんかデジャブですけれどはい、サイコロ引いていきましょう。6欲しいね。うん、よっしゃ、梅田か。あ、待って、ここで何やらひらめいた。ゆうゆう重曹乗り換えして京都線に乗り換えたら京都線中津飛ばせる。阪急電車の神戸線、宝塚線は中津駅に停車するものの京都線は停車しない。そのため重曹駅から梅田駅へ移動する際は神戸線、宝塚線を利用すると2バス、京都線を利用すると1バスの消費となる。この性質をうまく利用しカード駅である梅田駅へとぴったり合える作戦に出た。梅田でぴったり止まれるわ。勝った。よっしゃ。勝ったわ。もうゆうゆうさん勝ちに来てますね、もう。あのやらせとかじゃないんです。あの元素材アップロードしとくんで。はい。全部ね。すみません。ギガね。すみません本当に。しかし。改札にはいけないんでしょうか、ここ。こちらに改札がない駅となっておりまして。すみません本当に。どういうこと？あっちってこと？ようやく西宮北口に戻ってきました。何回今日ここら辺をね往復し続けるんやって話ですけど、まあ、これで晴れて海のボンビは終了。お疲れ様でした。全然まだまだ足りへん。足りひんってなんだ、うん、で予定通り重曹方面に阪急で4駅進みます。レッツゴー。その頃インスタライブ中のしげぼぼは、あと15分あと15分じゃさすがに多分などこにおる人も無理なの。うん、無理やな。今から大分から向かいます。無理すぎんあ、じゃあ15分か。15分きついけどな。え、自家用ジェット持ってる感じ自家用ジェットでも15分は無理な気がするが。2人は今何歳なんですか。私は24歳です。俺は22。え、そうなの。そんな可愛い年やったの。大学だからね、ストレートで卒業してるんでね、要卒と言われながらも大学卒業してるんですよ。ストレートっていちいち言うんでいいけどな。ストレートでカッチーンカッチーン。僕カーブで卒業する予定なんで。カーブ、そんな野球の投げられるカーブ。タカタカは何。タカタカさんはボークまだ投げてない。その頃ボークのタカタカは、はい、というわけで暇島姫島駅へ到着しました。非異端なんでプラス駅です。あーもう100円でした。はい、プラス100円でございます。どうもありがとうございます。えいえい、4です。4なのでこのまま進んでいきましょうか。1、2が出たら引き返す予定やったんです。マイナスアレルギーなんで私。ちょうど目だかな。はい、行きたいと思います。その頃阪急神戸線では
何してるんですか。今山本さんの鉢合わせました。鉢合わせました。びっくりしたね。なんか合う確率多いんやな。ほんまに。どこまで行かれるんですか。そう言わないですけど。ああ。乗り換え。目的地見つけました。うん、見つけてるわ。それあるもん。この人が書いたもん。俺らも見つけたやんの。実質。実質ってたもんだから。うん。で今もどこにあるか分かってない。え、もう実質してるようなもん。今どっち。阪神も阪急も見れたから。そう。だから GoTo キャンペーンで実質無料みたいなもんない。決め手はどこに行くんですか。あ、言わないです。それはね、この電車が先に到着します。目的地まで。うん。目的地まで。あれや、タクシー乗って。すいません。目的地までっていうタイプ。どこに。お客さんどちらまで。いや、まあそれ言わない。なんでなんで言わないです。上田まで言わないです。言わないです。深井橋までさ、どこに乗り換えていくルートで行くの。え、今ここやん。もう違う、もう違う。このクラク学園っていうの行きたいですね。クラク園口です。その後もしばらく駆け引きが続き、ちなみにここからさ、誰を攻撃しようとかってあるの。ここからの戦略みたいな。いや、うん、別れの時間がやってきた。そう、情報を得れなかった。そう、ゆうゆうに遭遇をして、深江橋知ってる、張ったりかけたけど何も情報を得れませんでしたね。でも多分ゆうゆう、多分阪急と阪神見た上でこっち来てるから、うん、多分メトロちゃうだから。何気ない会話からヒントを得ることに成功。カード引きましょうか。何かいいカード来るかな。SIM カード、これどうしよっかな。いつ使うかやな。 SIM カードとは、このリアルモーデツスマホ禁止なんですけど、はい、SIM カードを使うと、うん、2分間全ての調べ物ができます。おお、なるほどね。いいですね。場所を調べるもよし、最短経路を調べるもよし、はい、おすすめのカフェを調べるもよし。ボンビーに使われてるやん。栄養に使われてるやん。SIM カードってあれですよね、なくなるやつですよね。なくなる、調べ物ができるやつ。どっちか、なくなるの前にもっと大きな特徴はあるから。SIM カードで目的地見るか。見ます。2分間やろ。目的地とあと何見るのがいいやろ。神社。いや、もう行ったやん。もう行ったやん。でもちょっとやっぱこうゴール狙いに行かなあかんな。おー、 SIM カード使います。ここで千葉地が SIM カードを発動。神崎川現在の場所から深井橋までのルートを調べます。あ、やっぱりメトロや。大阪メトロ中央線なので、梅田まで出て、あれ、堺筋本町か谷音とか森の宮緑橋を通って深井橋に行くということですね。あと1分半です。あ、思ったより時間ある。大阪メトロ5000とか見とる。あ、そうですね。深井橋をこう図でも把握しておきましょう。そう、それがいいですね。あと1分。梅田からこう来る感じやね。場所は把握できたので、あとはもうサイコロ出すだけという感じ。目的地の場所を完全に把握した。いきます、サイコロ。はい、一旦1個で引きます。3、絶妙。梅田まで終わりかな。多分出れるんですね。多分梅田、さっき見た3駅で出たから、梅田でカード買おう。カードも買って蓄えて万全の状態で使えばガンガン目指していくという。はい、というわけでなぜかね、彼らは神崎川で降りていきましたね。はっ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 。あ、ちょっと横かな。だってここにちょっとかな、重装。ちょっとなしで。あまりにも非道なカード攻撃をすれば、他プレイヤーから制裁を受けるのがこの世の摂理なので、うちカードは不発となった。京都線に乗り換えて梅田向かいます。あと一駅、反対側ですね。遠いんよね、重装。真反対のホームへと移動する悠々だが、ここでもやはり待って待って、今来た今来た。すげえ、今日すごい、今日やばいな。なんか明日鉄鋼作ってくるかな。準急ですけど、どちらにせよ一人でなんで、はい、30分以内に写真を撮るチャレンジだったが、はい、それではね、30分間写真が撮れなかったということで、イースライブまでしたのに。こんかった。ランダムカード割り、あー、カードが1枚なくなります。はい、で、今持ってるのか。それぞれの未来カードとSIMカードです。SIM カードなくしますね。辛い。もはやランダムではない気もするが、 SIM カードが粉砕された。悲しい。頑張ります。はい、はい、ってことで、この瞬間ゲームが動き始める。
はい、というわけでね、次大阪梅田駅に着くことが分かりましたんで、カードの枠を開けます。一駅歩きカードをゆうゆうに使用します。ゆうゆうに一駅歩きカードが発動した。はい、たかたかが一駅歩き使ってきたんで、一駅歩き使います。ここでまさかの一駅歩き返しが炸裂。あ、ふざけんなふざけんなよ。ゆうゆうから一駅歩きカードの報復食らったわ。仲良くみんなで一駅歩くわ。健康チャンネルやわ。 LINE 見てるとゆうゆうとたかたかが一駅歩かせ同士してるっていうまたこのねリアル桃鉄あるあるの他人を貶めて泥沼化するっていうのが始まってます。で今回俺ら側からも攻撃仕掛けてないし、一人平和に進んでる感じなんで、まあこの調子でちょっとね順調にいきたいと思います。はい、というわけで梅田駅に着きました。でここからやることに線路筋行ってメトロの路線図見て目的地調べてキャッシュカード作りに行って一駅歩くと。まあまあちょうどついてるんでね、やりたい方で1時間ぐらいかけてもいいかな。じゃあ行きましょうか。御堂筋、御堂筋線へと乗り換えを行い、わあ、こか変なとこあんな。ゆうゆうが目的地を発見。残り7マスの位置リアル 7? あ、でも結構近い。まあキャッシュカード作りに行きます。はい、行きましょう。梅田駅での店に入るキャッシュカードを作りに行くことに。そしてプレイヤーたちが続々と梅田へと集結する。というわけでね、大阪梅田駅に到着したんで、一駅歩く前にカードをね買いたいと思います。リニーのカードを好きな枚数だけ購入することができるリアル急行カードを1枚購入します。よし。はい、じゃあ大阪梅田に到着したので、まあ予定通り特急カードを買いましょうか。で買いました、イエーイ。というわけでね、これから一駅歩いていきたいと思います。歩いて上の方行きましょうか。さて一駅、カード売り場ですか。忘れてましたね完全に。今まあ3枚持ってて、わあこれむずいな、どうしよう。リアル急行持っときたい感はあるか。リアル急行買います。はい、はい、マイナス4000円ですね。一人大きく出遅れているしげぼぼだが、いい加減に到着してます。ってことなんで、何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな、たらたた、恥ずかしい。550円。恥ずかしいわ。サイコロですね。はい、いきます。あ、4。お、あ、ちょっとマシちゃう。結構進みましたね。4、ちょっと時刻表見ますね。はい、時刻表じゃない、何これ。路線図、路線図な。1、2、3、4。お、西宮北口まで行けるわ。イエーイ、西宮北口まで行きたいと思います、はい、でここでなんですけど、はい、もううちゴールの未来見えてないやん。それぞれの未来カード使おうと思って。それぞれの未来カード、これはそれぞれがそれぞれの目的地に向かって走り出すという、はい、わあ素敵素敵やね。だからまあそれってカクカクがそこのゴールできるっていうシステムではないのか。おのおのじゃなくてですか。カクカクよう分かったな今。使います。それぞれの未来カードが発動された。え、しげももさんがそれぞれの未来カードを使った。それぞれの未来カードが発動します。やば、目的地がリセットされます。これ目的地それぞれ4人別のところに行くってことよね。はい、かつてないゲームの展開に一同に緊張が走る。一度ゲームは中断され、状態異常が全てなくなった。えぐいって、 SIM カードでめっちゃ調べたのに、でそのために特急カード買ったのに。全員がそれぞれ目的地を引くことに。どこになるんでしょうか。アワビ駅が出ましたね。アワビ駅が、阪急アワビ駅でございます。じゃあスタッフのミュウが回します、目的地を。さあどこだどこだ。じゃん、西宮北口。なんか行かせんね。でもね、近いのはまあ良かった。西北多分。わあ、目的地ありますね。行きますよ。えい、西宮北口。結構近いんちゃう俺ら。そうだ、一駅歩きも消失したんで、私らも目的地引きたいと思います。はい、トン。あ、西北がいい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 、豊中。まあまあ近いな。でサイコロ引いていきたいと思います。3。
豊中まで12マスある。だ66で引いたらいけるか。よしマジポジティブ今頑張ろう。こうしてゲームが再び始まった。それぞれの目的地に一番乗りするのは誰だ。というわけで私キャッシュカードを作りに行ってまいります。はい、ジャンプしますか。せーの、あちゃうな、時空の広間についてしまいました。はい、西園寺さんの聖地でございます。こちら再びルクアの頂上を目指して歩き始めるが、あ、視聴者の方です。あ、じゃあサークルの後輩です。あ、サークルの後輩に会うというレアイベントが発生していた。握手しときますか。いつでも会える。いつでも会える。はい、じゃあ行きましょうか。飛んだら失敗するんで歩いていきます。飛んだら変なとこ行くんで。7駅か。特急カード使うのちょっと怖いな。7駅、そうですね、微妙なところではある。まあでも他の人にはこれ目的知られないんですよね。はい、だから俺だけヒストリーに忍び入ってもパッとこのそれぞれの未来を終わらせますか。それぞれの未来を終わらせますか。いやちょっと嫌やな。目的地まではあと7マスだが、サイコロが3つだとしても普段の期待値的には5から6程度なので、特急カード使います。特急カードを使用、サイコロが3つに増える。7マス出れば多分ぴったり。こい、15。いらねえ。待って、俺が引いて663ってどういうこと。一人出遅れているしげももだが、ボボボボンビーいやもうさっきあんなさ時間30分も費やしたんやから、もうよくない。そうですよね、うん、今多分2月編じゃないですか。うん、だから、うん、おいらお年玉が欲しいのね。何歳え、僕22歳です。もう無理やって、お年玉。え、無理。なんでなんすか。歳が無理。いやでもゾロ目なんで。聞いて、言っていい？24歳でもらったお年玉。いい。なんぼ？なんぼあげたらいい？なんぼまでいけます？1万。1万2000にしときます。なんで2000。何？いや、いらすいません。お年玉として1万2000円が奪われた。クソやろ、クソ。先ほど大量の目を出したチバチだったが、ある作戦を立てていた。一旦地下鉄で回るのがワンチャンいけるんじゃないかと思ってて、6か7残せばこっから直で西北いけるんよ。目的地の西宮北口までは6マスか7マス、8マス分を地下鉄で消費して再び梅田へと戻ってくれば、一旦で15マスを使い切った上で目的地へとゴールすることができる。あ、待って、いけるいける。淀屋橋、本町、で境筋線の長堀橋かな、うん、じゃあ多分ここ駅名隠れてる。でもそこぐるって回って行けるから、とりあえずメトロ行きましょう。目的地へぴったり入るルートを見つけ出した。じゃあ行きましょうか。サイコロ振り直すってことよね。えい、6。うん、いいんちゃいます。じゃあ行ってきます。阪急電車行きましょう。こうして阪急電車へと足を進め、路線図を確認する高高。7マスか。重曹までだけ京都線乗ってさ、そっから西北行くのってありやと思う？慣例で京都線通るときは中津カウントせずに行ってんの、いつも。じゃあありやと思う。ありか。よっしゃ、じゃあぴったりです。京都線の作戦により目的地までぴったりと入れることに。中津戦略行きましょう。もしかしてますねこれ。うわー、非常にもしかしております。マスクしての階段ってきつい。ほんまにそう。ようやくルクアの屋上まで到着したユーユー。キャッシュカードゲットです。キャッシュカードが発行された。右の金額をアスピーでどっか行くとの攻撃を防ぐことができる。いくら預けようかな。37,964円あるんですよ。一旦25,000円預け入れしましょうかね。12,964円になります。手持ちは。はい、筑川着きました。筑川。イエーイ、プラスやな。3240。はい、合ってるよな。怖いわなんか。サイコロ引きます。おい。2。終わったよ。もう終えて。2ということなんで、はい、また西宮北口で乗り換えてですね。はい、乗り換えるんか。重曹まで行くか。重曹まで行く。じゃあとりあえず西北で乗り換えて、違う、乗り換えんでいいわ。重曹まで行きたいと思います。はい、ボンビー何ですか。ボンビー何にしようかちょっとまだ考えてないね。おい、早くしないと
もう行くと行くのねん。もう行くのねん。いやボンビーね、いろいろ多すぎてね、うん、その時々のゲームバランスによって変えなきゃいけないね、一応。おい、その裏側言うな。じゃあ、はい、そうな、ちょっと待って、うん、なんか長いのしかないね。うん、疲れたね、休憩したいね。何分？じゃあ10分、10分。じゃあどうしようかな、分かってるやんな。ちょっとがいい、ちょっとがいい、うん、ちょっとがいい、だって2やで進まれん。10分。よし、じゃあイスライブしよう。イスライブしよう。こうして、こんにちは、こんにちは、再びインスタライブが始まった。小さい場所で一人で飲み会する。ちょっと待って、まさかのカメラマンが置いていかれる事態に。置いていかれてる。やっぱね、1秒でも早く乗り換える。はい、というわけでね、乗り換え駅の重曹駅へ到着しました。残り5マスですね。このまま阪急神戸線に乗って西北までビャン飛ばし、ビャン飛ばししていきたいと思います。はい、そういえばさ、先月1月編でさ、公式サポーターみたいなんでスパチャをリアルモーテスのお金に換算する制度あったじゃん。はいはいはい、あれ俺だけ0円なのよ。じゃあなんか今のうちにさ、うん、視聴者の人に向けてメッセージっていうか、じゃんけん兼ねなくてすいませんでした。え、ちなみにタカタカのためにスパチャ送ってくれた人おる？多分何人かいると思うし、なんなら俺のキャッシュカードからスパチャしたの。実は例の生配信の際に一人だけサポート0円のまま配信が終わりを迎えそうだったため、自身のスマホからなけ出しの250円をスパチャしたものの、じゃんけんに敗れ他人に取られるという大失態を犯したのだった。他人に取られた。ふざけんなよ。乗り換え地点の長堀橋駅へとやってきたちまちだが、エスカレーターは立ち止まって乗りましょう。普通の動画やから、やばい、またもや置いていかれてしまった。あれ、どこ行ったん？うまく別れたようだ。はい、というわけで阪急電車にやってまいりました。淡路ね、もうすぐそこなんで。はい、というわけでサイコロ引いていきたいと思います。ティーン3、まあ南方かな、プラス駅やし、重曹まで京都線以外で行って京都線乗り換えて南方行きたいと思います。西宮北口です。西宮北口に一番乗りです。高高が西宮北口へどう一番乗りした。というわけでみんなの反応どうぞ。ふざけんなよ。高高が西宮北口に着いたということで、はい、着きましたね。高高がゴールした。しかも西宮北口。高高さんには1万円プラス現在最下位なのでエンジェルカードをプレゼントしたいと思います。嬉しいやないの、めちゃくちゃ嬉しいやないの。最後の3月に向けてちょっと逆転を狙ってくださいということで、うん、はい、狙います。あ、誰か地下鉄行っといてほしい。今回の貧乏神はチバチ。何回目マジで、マジでずっとボンビしてる今までの。な、多分放送ごと多分1回は絶対ボンビしてますよね。シーズン前恒例行事、西北でゴールするマスは確保してたから、ちょっと15っていうのは引きすぎたから特急カード使うタイミングをミスったということですね、これは。ちまち。ちょっと一回迷惑なんでやめてもらって。下の住人に。すみませんね。そしてシゲモモの現在地だが、タカタカと同じく西宮北口にいた。めちゃくちゃおった。めちゃくちゃおる。めちゃくちゃおる。シゲモモを発見し、フロントガラス男スタイルで詰め寄る。島さん、目的地どこやったんですか？目的地、豊中です。あ、豊中か。意識到達したかって、意識と近かったから出てきて、はい、頑張ったけど、はい、目的地にいるにもかかわらずゴールはしていないという、なんともややこしい結果になってしまった。現在の所持金はこちら。貧乏神にお年玉を取られたしげもも、今回でついに2位へと転落。冬シリーズ開始時よりも所持金の差が縮まってきた。ラスト1ヶ月の攻防で全てが決まる。エンジェルカードもらったんですけど、カード6枚目になっちゃったんで、うんちカードいらないよな。うん、いらない、うんちカード。っていうか、タカタカが多分最下位でゴールしたんで、エンジェルカード。エンジェルカード、うわ、やられた。2万円差を逆転しないと最下位脱出できないので、俺には戦術がある。
次回リアル桃鉄3月編、最古の目的地をめぐる未曽有の大混戦、さまざまな戦略や思惑が交錯する中で衝撃のラストを迎えることとなる。1年をかけたこの壮大なゲームで優勝するのは誰だ。